ウネテムルとは、チンギスカンの弟、テムゲオッチギンの子孫で、15世紀中頃に活躍した、モンゴル帝国の皇族。ウリアンハイサンエイの一つ、タイネイマモルをすべ、両王と称して、マルコルギスハーンやモーランハーンに仕えていた。漢字表記は、コツケンチョウ牧字など。ウネテムルの出自については、不明な点が多いが、両王と称していることから、 元政民発に活躍した量をアジャシュリの子孫であると考えられている。政刀年間から影安年間にかけて、大二年守るは、ウネテムルの二位、ゲゲンテムルが全ていたが、ゲゲンテムルの死を契機として、資料上に現れるようになる。アマネ四4年、ゲゲンテムルが亡くなると、ウネテムルは兄に代わって三英を統治しようとしたが、三英の頭目たちは、 ウネテムルによる支配を認めなかったため、東黙たちの要請によって、明長朝,朝廷が、直々に、ゲゲンテムルの地位はその息子トクトアボラトが継ぐ、要三英に通達した。その後、アマネ潤七年になると、ウネテムルは、マルコルギソハーンの側近として登場し、連名で明長に使者を派遣した。同じ頃、ボライ大使に明長信仰を手伝うよう、要請されたのを断っており、 明朝に賞賛されている。1477年を最後として、ウネテムルに関する情報は名実録に現れなくなり、この頃亡くなったものとみられる。広大に編纂された万歴武功録によると、ウネテムルの子孫は後に断絶してしまったという。ありがとうございます。